おはようございます。アイランドファクトリーのルカボトです。今日もやっていきましょう。よろしくお願いします。トマトもいい感じになってきたね。でとりあえず集めて、他の子たちのちょっと好感度も上げるためにここら辺の作物を持っていきましょうか。ありがとう。話しかけた方がいいかな。いいよ、明日も頑張ってね。で、間違えた。しっかりと絞らせてもらって、あれ、あー、ご飯がもしかしてない感じ。あー、あるね。貝場とかはあげてくんないのかな。なんか動物の世話は分かりにくいから、あそこに置いてあるね。基本的には作物の方を中心に見てもらった方がいいか。でまあ動物の世話はそんなに難しいことはないから、で自分でやってもいいかもしれないね。あ、でも今走ってるな。いや、元気かい。で、あれだ、そろそろネムちゃんを外に出さなくちゃいけないあれになってくるな。木は、木材はとりあえず大丈夫だから、あんまり体力使いたくもないし、触れないでおこう。水曜日、お金もあるっちゃあるけど3000払ったら何もない。温泉卵作るか。いい卵だし。あれ、ドクターがいる。珍しい。どうしたの。あー、なるほどね。そういうことか。病院休みだから薬草探しなんだ。山にぎやかだね。いや、こんにちは、こんにちは。そう、今日花をあげようと思ってたんだ。上には何もなしと花を持って歩くぜ。11時になるから増築をお願いしに行って、でどうしようかっていうとこだよね。一回鉱石また取りに行ってもいいかもしれない。増築を依頼しに来た。ちょっと広い家お願いします。あー、はいはいはい、ありがとうございます。よっしゃよっしゃ、いい買い物だぜ。でまあいずれ立つでしょう。でこれで一回ポックルさんたちお邪魔してもらって、お邪魔させてもらって、あれしよう、好感度花になってるね。女神様、いつもありがとうございます。はい、あげる。こっちの子たちは蜂蜜の方が感触が良かったような気がする。ごめん。はいはい、ブドウでいい。あー、ごめん、嬉しくなかったか。あー、でもちょっとお仕事良くなってきたね。収穫はまあいいから、あと3日。
世話、作物の世話お願いしようか。となると作物をちょっと増やしてもいいっちゃいいか。おはようございます。どうも。お、なんか冷たいね。ちょっち冷たいね。トウモロコシもう一個買ってもいいかもしんない。よし、これでちょっと今いる子たちもあれしようか、作物の手入れに借り出そうか。水やりですね。7日間です。合ってます。水やりをすみませんお願いします。7日間お願いします。しっかり契約もう一回確認してからっていうのはなかなかね。よしよし、これで、まあ、作物に関してはやってくれるから、まあ収穫は自分で行って。おはようございます。で、はい、どうぞ。今日のまあ日課分はほぼほぼ終了と。で、あれだ、動物を、あーでもなんかあれだね、愛情度的にはそんな、まあまだあれだからか。じゃあネムちゃんを他の牧場に、いい子だから。あと立ち上げ、お、すげえ、なんかビニールハウスみたいなのあるね。しっかり見てなかったな。で、これでしばらくは結構お金を使わなくてもいいんじゃないかなっていう感じはするね。花だけ持っておく。ちょうど預けちゃったから、畑も荒れるね。あ、間違えた。連作はこっちで、パイナップルもな、一枠なくなっちゃったしな。ほい、ここぐらいは自分であれすっか。だいぶ楽させてもらってるからね今。はい、で動物の世話は明日からはまあやってもらってるけど自分でしよう。2200、明日木曜日か。大抵なんか依頼をしようと思うと木曜日なんだよな、西村さんに。お眠だみたいだね。まあね、やってくれてるからね、ありがとう。あとは自分でやっとくからいいよ。ありがとうね。明日も頑張ってね。で、どうしようかだね。土レベルとかって上がってきてるのかな。お、大牧場主になってる。ね、畑レベルは1。畑レベルはどうやって上げるのかな。7時と、草はいいか。天気予報快晴 OK。 温泉でできる温泉卵、金の卵とかあるんだ。
とりあえずピースが低ければいいけど、高ければなんかもったいないってことだね。よし、じゃあ今日はもう寝まーす。おやすみなさい。オッケー、その他ですごいね。おはようございます。じゃあ本日も頑張っていきましょう。カマ以外クワがいらねえか。お、あーそっか、びっくりしたわ。おはようございます。お願いします。誰と思ったわそうだ、そっか、こんな早くからいるのありがとう。あ、なんかあれが来てる。ご戦車様、何が来た。またなんかお酒が来たね。バンさんの好物2つあるぞ。そう、当のバンさんに出会えてないんだよな。またなんかカイさんみたいに季節限定の人なのかもしれないけど。木曜日だからサイブラさんはいないと。あ、チニファーさんいね。今頃テントかな、そんな感じはする。海にいるケースもあるから。はあ、やってるわなんか進んでる話が進んでるわいない間にね。めんどくせえことになってんぞ。えなあ、ホフにもホフにだなあ。どっちもどっちだぞ。どっちもどっちだぜ。ここの町の人間癖しかねえな。帰るわ俺も俺も帰るわ。とりあえずジェニファーさん見つけて花渡してあれしたい。炭鉱おじさんになりたい。おはようございます。ちょうどよくいらっしゃいました。ありがとうございます。あ、花で良さそうだな。毎日花あげるって芸がねえけどさ。じゃあこれで潜りましょうか。クワ持ってないパーティーね。カマはあるけどクワはねえな。クワ使わねえっつってあれしたんだ。じゃあカマか。よし、これで炭鉱潜ろう。クズ石は預けて。次、まあ、炭鉱入るときはちょっとおにぎりとかそういうの買ってった方がいいかな。なんか食料はねやっぱ足りないというか体力足んないのでね、しっかりしとった方がいい感じはした。快晴。3日後にひよこが出る。増築もね考えたいけど、ニュースは何もないと。とりあえず今日はこれで終了かな。おやすみなさい。全然稼いでないね。おはようございます。本日もやっていきましょう。明日で多分完成だから、今日はもう割りかしカットで明日行きましょう。結構収穫できる。
いね、玉ねぎ。いい玉ねぎができてるじゃないか。朝からありがとうございます。そんなあなたたちには蜂蜜をねあげますよ。雑貨屋さん、大きいリュック、おお、さらにアイテムも増やせる。養殖域はどうなってるんだろうね。あー、なんか始まってる。カットできねえわ。おはようございます。どうしたんですか。おうほうほうほう、まあ、水源であるね。何かが住む神聖の場所、まあ、女神さんでやってるからね。な、怒ってる。あー、名前がない。なるほど、なるほどね、なるほど。考えましょう。天使のよう好奇魔法、うん、天使、あ、なんかいい感じの解釈してもらえた。いい感じの解釈してもらえたわ。お、ひらめいた。イザベラ、あー、いいんじゃない、最高じゃないですか。え、秘密なの。あ、なるほどね。名前は決めていいけど、別にそこを知らしめる必要はないと。消えた、どこ行ったんだ。はい、おはようございます。どうすか、仕事うまくいってる。まだ完成しないのかな。まあやっていきましょう。で、ベルを鳴らしてと。 OK、 一回これでマッチ行って、お金もいっぱいあるし、なんかに使うかどうするか、道具の強化に使うか、ブラウン管、テレビ買う。台風の日でもね、テレビ買えるからね。あら、こんにちは。カネさん、なんか店の時だけ不愛想なの、どうにかした方がいいんじゃねえか。外で出会った時はわりかしいいんだよ。あ、男の前だから。あ、自分食べちゃった。あれ、そんなに嬉しそうじゃない。よかったよ。お、スイートポテト、へえ。茶会で人気、へえ。ありがとう。はい、よしよし。じゃ、君と、あ、ちょっと名前覚えてくれた、ありがとう。ちょ、水やりを、すいません、7日間お願いします。はい、じゃあボルドー君にも、すいません、水やりを7日間、はい、お願いします。ちょっと皆さん水やりを基本的にはお願いしていく形で今後とも契約をしていきますので、よろしくお願いします。で、あとジェニファーさんに出会っていないから、ジェニファーさん今これ山かな。なんか海行くとまたなんか精神削られそうだし、地にはいない。じゃあ山だな、山行くべ。やっぱあれだよね、いないよね。草も取ってねえな。花は
今日はどうしようか。じゃあ釣りでもしに行くか。久々にお金使うところが、まあここ行く日、はいどうぞ。お花です。今日のお花釣りするか。まだレベル上げてない道具って何があったかな。2000やれば強化できるんだけどね。なんかいい道具。鎌が強化できてないか。鎌も強化しに行くか。なんだ今日で強化できなかったな。しょうがない、次回だな。そこに濃い一日は過ごしてるからまあいいでしょう。一日のこうお金もだいぶ稼げるようにはなってきたから、加工依頼そこら辺はしょうがない。毛刈りバサミもやっとかないとだね。クワ経験は大丈夫そう。経験は大丈夫なんだね。斧経験は足りない。ハンマーの経験は足りない。ジョウロの経験は大丈夫。あ、ジョウロやってもいいかもしれないけどね。釣りは全然経験足りないね。よし、これで全道具は銅になったね。釣りの経験も兼ねて、お金稼ぎも兼ねてるから行こう。釣り竿を持って海に。あれ今日一人じゃない。誰もいねえぞ。来てるけどさ。じゃあ釣りしますね。はい、本日の釣り成果はゴミがいっぱいでしたね。中魚中魚全然取れなかったな。本当にゴミがいっぱい釣れた。545、まずまずですな。明日ぐらいにはでかくなってるかな。でもまあ動画的には次回ですね。一時快晴大丈夫そう。はいはいはい、雑貨屋で調理道具が売るようになる。へえ、やった。いや、またちょっとお金必要だな。次は何使おうかと思ってたところに、テレビ買おうかなと思ってるんだよな。ニュースは何もなしと。飾れる？あ、花別に置けるわけじゃないのか。OKOK。 じゃあ本日の動画はここまでです。次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。